暫定政府の精鋭部隊マテリアハンターのユフィ、ジャッジ暴虐の神羅カンパニーより究極マテリア奪者ウータイの本気を示すため越冬よりやってきた英雄アバランチよ、強力に感謝する。よろしくね。英雄アバランチいないじゃん。お迎えどこだ。うん、モーグリ。お？これをたどってこいってこと？さては、あたしを試そうって魂胆？いい度胸じゃん。お、最大の集中です。腕並み配置。
一応ね。それ、よくも、それもうこっちのもん。こっちもこっちもボロッボロ。ミッドガルがすっごいとか。って聞いてたけどね。なんか拍子抜け。ウータイが攻撃する前に壊れちゃう。
そう、落としちゃおう。この奥から来たの？モンスターに襲われなかった？爆破の影響でも胴体が噛んでるなら。現在、5番マッコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降、被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては、鋭意調査中ではありますが、一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。来た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 。
負けないぞ。ユーフィユあら、イエス、モーグリ。あんたはアバランチ。俺はジージェ、ついてきな。お、待ってよ。アバランチってジージェ、なんで迎えに来ないの。ウノシューはみんな優秀な戦士だって聞いてたから。優秀でも戦士でも道案内はいるよ。っていうか、ウノシューって。ウノシューは君たちのこと、まあ暗号だ。ふん。それにしても子供が来るとはな。蹴るぞこら、バカにするな。可愛いって意味だよ。はあ、そんなんで喜ぶか。舐めてるだろ。絡むね。舐められたら終わりだから。ここだ、さあ入って。ニュースを見る限り捕まったわけじゃない。カルトさんたち帰ってきたら打ち上げっすよね。ジェシーのピザ楽しみ。ウェイティングあげない。ビリーボート、ポールコだ。そしてナヨ。うん、私はウータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ。ジャチ暴虐の神羅カンパニーより究極マテリア奪取。ウータイの本気を示すため遠方よりやってきた。盟友アバランチを協力に感謝する。よろしくね。元気いいね。そりゃもちろん。ねえ、私の相棒のソノンはもうついてる。ああ、3日前にね。今は外出中、毎日楽しんでるみたい。なーにー。ねえユフィ、荷物は。そんなのないよ。忍びの末裔が大荷物なんて恥だからね。ねえ、これ食べて。ウータイ名物ダチャオ豆。はいはい。おお、これ食べ物なのかい。すごいな。忍び、恐るべし。じゃあユフィ、ここでソノンを待ってくれ。俺は出かけてくる。君たちの ID カードが調達できそうなんだ。だったら私も行く。いや、一人がいい。君はトラブルの匂いがする。ん？旅大変だったんでしょ。ゆっくりしたら。こんなざわざわした町で無理無理。あのさ、究極マテリアってどこにあんの。死んだビルの中のどこ。それはね、実は正確な場所まではつかめていないの。でもね、死んだカンパニーの中ではマテリアは兵器扱いなの。だから兵器開発部門を扱っているはず。その部署は地下にあるから。なるほど、究極マテリアは神羅ビルの地下にある。究極マテリアちゃん、待っててね。無理は禁物。いい？神羅ビルがどこにあるかは。そうね、ビリーボーに聞いてみて。それよりさ、究極マテリアは死んだビルの中なんでしょ。死んだビルってどこ。気持ちいいくらい何も知らないな、君は。ごめんごめん。知ってるだろうけど、今いるスラムの上にグレートっていう街が広がってるんだ。死んだビルはその中心にドーンとそびえ立ってる。
あれね。そうだと思った。シンラビルに入るにはまずプレートに登る必要があるんだけど、そのあたりの手順はボルコから聞いてよ。落ち着かないね。作戦のことを確認したいんだけど、例えばプレートの行き方とか。それな、ID さえあれば駅から列車に乗ってなんてことなく到着だ。でもほら、今街が騒がしいだろ。全体の警戒レベルも上がってしまった。だから少し落ち着くまで様子見。それが僕たちのおすすめかな。様子見なんて罰ゲームだよ。シンラーを甘く見ちゃダメだよ。ウォールマーケットかな。ウォールマーケットって一言で言うと大人の街ね。大人の街、いろんなお店があるの。説明しづらいけどね。まあなんとなくわかるよ。辛いのや苦いの、思いっきりまずいのに痩せ我慢して飲んだり食べたりするんだよね。おで酔っ払って、昔はもっと厳しかった、大変だった。の若いやつはでも堕落だよあれは。ウータイにもあるんだよね、そういう大人の店。亀道楽ってんだけど。亀道楽ならミッドガルにもあるよ。え、どこにあるのか知らないし行ったことないんだけど、時々チラシを見るもの。ふーん、ミッドガルを堕落させる作戦かも。やるな、亀道楽。は？亀道楽のチラシを貼り歩いてるおじさんがいるんだ。通称亀おじさん。面白い格好してるからすぐにわかると思う。探してみたら？行く行く、ダチャウマメ差し入れしちゃう。ユフィ、シミュレーターマシンって知ってる？え？ああ、もちろん知ってるよ。あれでしょ？シミュレーターするマシンのことでしょ。え、まあシミュレーターするというか、仮想現実でバトルする機械だね。実はそのシミュレーターマシンの携帯機を持ってるやつがいるんだよ。へえ。ミッドガルでも滅多に見られない最新型さ。どうだい、試したいだろ。別にシミュレーターなんてどうでもいいけど、まあせっかくだからやってみてもいいかもね。自警団の詰め所前にチャドリーって子がいる。その子が持ってるから気が向いたら話しかけてみるといい。退屈だったらコンドルフォートで遊ぶ。コンドルフォート？あ、ごめん、ウノシューは知らないか。最新の遊びだからね。バカにすんな、知ってるに決まってるでしょ。やってやろうじゃないの、コンドルフォート。じゃ、簡単にルールを説明するね。
やるなユフィ、さっき教えたばっかりなのにすごいや。そう？ポルコが弱すぎるんじゃない？ああでも町には本物が大勢いるから挑戦してみなよ。私任務中だし。あれ、コンドルチャンプに勝てば賞金と豪華なマテリアがもらえるらしいよ。マテリア？うん、本物はなかなか相手してくれないけど、腕を磨けばチャンスはあるかもよ。やってやろうじゃん。あーもう待ちくたびれた。私偵察に行く。分かった、あんまり遠くへは行かないようにね。